筋肉がついたり痩せたりする効果はありませんでした。健康食品などの通信販売を行う株式会社 M&M は、ボディメイクスッキリの両立、プロテインを飲むより効率がいいなどと宣伝し、サプリメントを販売していました。しかし実際には含まれている成分の量が足りないなどの理由で、筋肉をつけたり痩せたりする効果は認められなかったということです。 消費者庁はこうした宣伝が景品表示法違反に当たるとして措置命令を出しました M&M は再発の防止に取り組むとし製品の安全性に問題はないとしています。